幽霊たちは、1986年に刊行された、ポール・オースターの小説。ガラスの街、鍵のかかった部屋に並ぶニューヨーク三部作の第二作で、ある。柴田元幸による、日本語版翻訳が新潮社より刊行されている。また、2011年には、佐々木倉之助主演で舞台化された。1947年、ニューヨーク。ある日、私立探偵ブルーは、 ホワイトという男から必要がなくなるまでブラックという男を監視し、次の指示があるまで週1回報告書を自分に送り続けるよう依頼される。そこでブルーはホワイトが借りたブラック宅の真向かいにあるアパートの一室に住み込み双眼鏡で監視を始めるが、ブラックは読書をしたり書き物をしたりするだけで事件らしい事件は起こらない。ホワイトの指示も一向に来ない。 婚約者オレンジにもずっと連絡できないまま何も起こらない時間ばかりが過ぎてゆく。やがてブラックの監視を始めて一年が過ぎた頃、ブルーはブラックの正体は実はホワイトで見張られているのはむしろ自分なのではないかという疑念を抱き始める。そんなブルーはついに決心しブラックの部屋に潜り込む。そしてそこでブルーが発見したものとは 2011年6月から7月にかけて、パルコ劇場において本作を原作とした舞台劇が上演された。主演は佐々木倉之介、構成、演出は白井明。白井演出によるオースター作品の舞台以下は、ムーンパレス、偶然の音楽に続いて3作目である。また、ニューヨーク三部作の他2作のモチーフも入れ、 物語に膨らみを持たせている。本著三章のこと、ステージドア、佐々木倉之助、幽霊たちいざ、ありがとうございます。